米朝がパンムンジョム反問点で会談か、韓国メディアの報道というニュース、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国の聯合ニュースは4日、複数の消息筋の話として、 CIA のコリアミッションセンター長アンドリュー・キム氏が3日、反問点で北朝鮮関係者 3,4 人と会談したと報じました。北朝鮮側には朝鮮労働党統一戦線部のキム・ソンヘ統一戦線策略室長かチェ・ソンヒ外務次官が含まれている可能性が高いと伝えました。米朝首脳再会談に向けた調整を行った可能性があります。一部韓国メディアは4日、キム・ヨンチョル党副委員長がアンドリュー・キム氏と会談したと報じましたが、連合ニュースによりますと消息筋は確認されていないと述べたということですとなっておりますが、これもやっぱり、はい、トランプアメリカ政権の、こう見事な北朝鮮に対するやっぱりね交渉っていうのは、はい、僕はもうこの成果ではあると思うんですけども、もともとその米朝の首脳会談っていうのはもう一回やるよっていう話はあったし、でポンペオさんが、また国務長官が北朝鮮に、まあ行ってこういろんな交渉をしていると、で割とこうここのところ 1,2 ヶ月、まあ皆さんもご存知のようにかなり静かなんですよね。北朝鮮のその米朝会談どうなってんの、あれどうなってんのっていう形ぐらいで、むしろ韓国が北朝鮮にすり寄るそういう報道の方が多くて、こっちの方に対する懸念というのがずっと言われ続けていたけれども、でもやっぱりアメリカというのは全然その全く緩めてなかった、北朝鮮に対する交渉を後回しにしたとかそういうことではなくて、しっかりと水面下でやっていて、でこれもともと首脳会談をこの反問点でやるという意味ですよね。反問点というのはご承知のように、これはもういわゆる今休戦状態になっている、その現場で、やると、まあ、この間シンガポールで6月やりました。でシンガポールで僕はもともとその最初の会談というのはこの反問点でやるのかなと思ったら、シンガポールでと、まあ、一説にはその安倍さんのアドバイスがあったとかっていうのもあって、シンガポールでやって、まあ、どんなふうになるのかなと思ったら、割とこうそんなに成果があったようには思えない、デモ、世界に対する世界内外に向けてのデモンストレーション的な要素みたいな感じに見えたわけですけど、今度その反問点でやるっていうのは、今お前と俺のところは休戦状態なんだよと、いつでもやれるよというものを、これ要するに認識、言葉にしなくたってその場所がこれを認識させるところではあるから、反問点で決裂っていう言葉っていうのは今度逆に言うとものすごくその大きな意味合いも持つし、これトランプ大統領相当同時にやっぱりこうアメリカと中国とその交渉っていうのをやりながらここで交渉なりますよね。ものすごくそのどう出てくるのか、ものすごく面白いなと思います。だからそれはある意味では韓国側の、まあ作り笑いのようなムンジェイン大統領の作り笑いで、なんとかアメリカにもこう北朝鮮にこう融和的にやってほしいなんていう、そういうのがもう見え見えの韓国のそのまあアメリカに対するそのアプローチとは裏腹に、アメリカは独自のやり方で僕ドーンとやってくると思います。アプローチをね、はい、藤井さんいかがですか。そのアメリカトランプ政権からすると、チャイナを経済的に締め上げていると、でこれが北朝鮮対策でもあるんですよね。北朝鮮をなんやかんや言って支えているのは今チャイナですから、でもうチャイナからの輸入が途絶えれば3ヶ月であの国は滅びると言われているわけですよね。ですから北朝鮮に対してチャイナと一緒にやってても将来性はないですよと、それよりこっちにおいでと、もう核を放棄すれば未来道が開けんじゃないかということを圧力をかけ続けてるわけよね。それでまあこういう、なんていうかな、トップじゃないレベル実務者ではずっとそういうサインを送り続けて会談をしてるということでしょう。それからただ心配なのは、韓国のムン・ジェイン大統領はもう本当に新北朝鮮というか旧北朝鮮なんで、もうアメリカの策略と抜きに、もう38度線ね、本当に武装解除をどんどん一方的に進めちゃって、でもう北に迎合してますよ。で事実上かなりもう経済制裁韓国守ってないですよ。でそうするとアメリカが圧力をかけて非核化をしようとするよりも早く南北を統一してしまおうというのが今南北、僕は両方の首脳のね、北朝鮮も南朝鮮韓国も同じような考えてやってるんじゃないかと僕は思うんですね。そうするとね、どうもねムン・ジェインさんの周りでこういうことが言われてるっていうのは、ムン・ジェインさんは
韓国の大統領として北のね、北朝鮮の非核化を進めているように見えるけど、そうじゃないと、はい、北の核は民族の核だと、北が、核兵器持ったまま、はい、まあ、核兵器とは言いませんけど、核爆発装置を持ったまま南北統一すれば、我々はね、統一朝鮮は核保有国になると、そうすればもう日本にも呼ばれるしね、チャイナ、アメリカにもね、こう呼ばれると言いますかね、こう誇れる国なんだみたいな考え方が、このね、韓国の左翼にはずっとあって、北の核を擁護する考えよ、どうも僕はムン・ジェインさんそういう考えなんじゃないかと思うんだよね、ものすごく危険ですよね、で多くの韓国国民は北朝鮮の実態を知らないんですよ、で民族統一という、ね、言葉だけに酔ってる、という状況だと思います。本当やっぱり、ね、今藤井さんの、ね、言葉でありました民族の、まさにその統一っていう言葉に酔ってるっていうのがもうね、ここまで来るとね、はい、今手の施しようがないぐらいまで来てますよね。だから軍用機でみかんを運ぶとかね、何してんのみたいな感じでしょ。だから軍用機の中に他に何入ってたのよって、これ分からんですよ、ね、あんなことをそのやるとか、まあ、それみんなもう冷めて見てますよね。だからムン・ジェイン氏がどれだけラブコールを送って、その、まあ、韓国の国民を、これ韓国の国民の意思とは違うところで動いてるような気もするしね、はあはあ、っていうのは前にもちょっと僕紹介したんですけど、皆さんね、朝鮮日報の日本語版のサイトを見ていただければ分かるようにね、あれ読者の声をね、ずっと並べてるの、あれ面白いの見てたら、でね、賛成、徴用が後で出てきますけど、徴用工の問題にしてもね、何にしてもね、この韓国国民の声を全く新聞社がね、そこに何の一切のコメントも加えずに、国民の声だけをやってで、まあ、いわゆる賛成反対っていうのがあるんだけど、これね、韓国政府に対する批判ってすごいですよ、これ。で僕見ててこう面白いなと思ってて、で支持率が今もう 50% 切ったでしょ、これ。あんだけのことをやってて支持率が下がってるってことはね、これみんなね、国民までみんな冷めて見てんだろうなと思いますね。あれね、朝鮮日報、日本語を訳のが出るでしょ、見ると面白くって、この間ね、確か朝鮮日報だったと思うんですけども、まあ、そういう論調があるっていうのは韓国でね、その、いわゆる徴用工問題ですね、まあ、本当は徴用工じゃないんだけども、応募に応じてきた人たち、これに対して、だったら大統領を自ら日本と交渉すればいいじゃないかと、なんでやらないんだというね、まあ、それはできないんですよね、65年の日韓基本条約があるしね、だけど火だけつけておいて、裁判所が言ってるからといって、国のトップ、行政のトップが逃げてるっていうのはどういうことか、どうも裏を返すと、そんなのできないんだから引っ込めた方がいいんじゃないのっていうのがね、どうも本音みたいなね、その論説が出てました。だから具合悪いなっていうことはだいぶ思ってるんですよ、向こうも。だけど、まあ、それを言うと信じちゃって言われちゃうんで言えないと、だからそんなへんとこりなレトリックのね、でものを言ってる人たちも結構いる。それから、まずいんじゃないのって意見ちょきどき出ますよね、読者の意見としてはね、社説としては出ないんだけどね、社説としては出ないねこれもうついでになんかあれ、藤井さんどうですか、これやっちゃいません、はい、その徴用工の行きますか、訴訟のね、まいりますかね、こちらで、はい、ではこちらに、ではお話の流れで続いて参りましょうか。こちらですね、徴用工訴訟協議要請申し入れ韓国内資産差し押さえもというね、はい、ため息混じりになっちゃってますが深入りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国最高裁が新日鉄住金に賠償を命じた元徴用工訴訟の原告代理人らが4日、東京都千代田区の新日鉄住金本社を訪れ、賠償方法などに関する協議を申し入れる要請書を受付に手渡しました。その後、都内の日本外国特派員協会で記者会見し、24日までに同社から回答がなければ年内に韓国国内の資産の差し押さえ手続きに入る考えを明らかにしました。代理人のイム・ジェソン弁護士とキム・セウン弁護士は会見で、新日鉄住金が韓国内に持つ資産には同社と韓国鉄鋼大手ポスコの合弁会社の株式およそ11億円相当や3000件以上の知的財産権などがあると説明したということですとなっております。これね、はい、ちょっともうちょっとそのこれチャイナの方でもなんかいろんな訴訟ですね、行ってきたりするんですけどね、何が根本なの、根本問題、まあもちろん反日っていうイデオロギーもあるんだけど、その法治ね、法の支配というようなこととか近代法の考え方自体が全然おそらくね、
南北朝鮮の人、南の方の人も、チャイニーズも、ね、理解できてないんじゃないかと思いますね。例えば自己立法はいけないんだとか、そういったことはやってはいけないんだとか、いわ別の言い方すると訴求法ですよね、過去に、新しい法律作って過去に訴求させるというようなことはいけないんだとか、そういうですね、近代の法の考え方自体が全然定着してない。だからね、チャイナ見るとね、分かるのは、アメリカが知的所有権の問題で起こってるでしょ、知的所有権なんていうね、洒落たね、その概念自体をチャイニーズはほとんど理解してないんじゃないかと僕思いますよ。そもそも言ってる意味が分からない、言ってる意味分からないじゃない、うん、だってね、厳密に言うとね、チャイナで言えばあの国は共産主義の国ですから、憲法には適当なこと書いてありますけども、実際上は私有財産ってのは保護されてないんですよ。国がいつでも私有財産だってこう没収できるし、土地不動産なんて本来持てないんですよ、個人がね。私有財産がないんですよ。だから知的所有権ある会社とか個人がね、特許を持ってるとか知的所有権を持ってるってこと自体がね、理解できないんじゃないかと思いますね。頭がね、古代のままと、これは私の専売特許じゃなくて、今度一緒に本出した古田博さんって筑波大学の朝鮮半島並びに東アジアの専門家がいてね、藤井さん、チャイナとコリアは、それ南北のコリア含めてね、古代の頭のまんま、古代の専制政治のままですからと、だからと言ったらば、確かにその法の支配なんてことも理解できないし、事後立法はいけないとかね、そういうようなね、罪刑法定主義とかね、ちゃんと法で定めた以外のものの罪は罰することは人はできないんだとかね、そんな洒落た近代的な考え方はね、彼らの頭の中にはないっていうことで、恨みがあったらね、何でもいいんだと。だから裁判の形とか取ってるけど、実際にやってるのはね、報復っていうか感情的な報復に過ぎないですよね。だからそこまで彼らの頭の回路というか思考経路はそんなもんじゃないかなと私は思います。ここまで来るとね、僕こういうことはあまり言いたくなかったんだけどね、韓国と、ね、日本は国交断絶も考えた方がいいと思いますよ。でもちろん全部引き上げ、資産とかね、早めにね、人間がいることも危ない状況になっちゃうかもしれませんからね。一応文在寅大統領は弁護士の出身なんですね。ところがね、その弁護士ということ自体がね、法律技術は知ってても法の根本を知らないんですよ、そういうね、だって朝鮮半島に法治がありますか、ルールオブローがありますか、ないでしょう。感情によってそれを法律という形を取ってるだけだよね。どうもね、向こうの六法全書の第一章がね、全ての法は、全ての法、国民の感情は全ての法に優先すと書いてあるのかな、っていう思うぐらい、そういう方もいらっしゃいますよね。本当にすごいですよね。だってこれ約束事を、まずだって単純な話だけど、約束事をこうやって守れないっていう状況、誰が信用しますか。これ日本だけを相手にしてるように思ってたら大間違いで、世界中見てますからね、こんなの。それでね、これね、だからこれがまたね、米韓関係にものすごいひび割れをね、生じてるんですよ、だからはっきり言うと、もうアメリカは韓国を見捨てる構えなんで、これは韓国の保守派の朝鮮日報なんかもはっきり言わないけども、そのことを本当に知らせなきゃいけない。アメリカはもう韓国見捨てて在韓米軍を引き上げるっていうのはもうオプションに現実的に入ってきちゃってる、でそういうことがね、韓国の人たちはアメリカに見捨てられたら困ると思ってるんだけど、こんなに北と親しくやってたら見捨てられますよ。そのことに対するリアリズムが全然欠如してる。だから自民党の中からもね、日本の自民党の中からもかなり強硬論というものが出てきているというんだけども、まあ当然といえば当然だし、早くね、これ今までのもう我々のようなその委任辞職、もはやこれまで、もう僕はこれは強硬策に出るべきだと思うし、一時的にでも何であれ、とにかく韓国とのその今の外交関係っていうものをもう一回見直す、有効では決してない。今も友好という、これで日韓友好って頭の中にお花畑咲いてる人いるかもしれないけど、これのどこが友好なんだと、こんなね馬鹿げた話はないですよ。嘘でも例えば中国みたいにね、それこそ、なんか自分たちが具合悪くなったらね、安倍さんってすり寄るぐらいのことっていうのはないのかよと本当にどうやったってもう笑顔でもってね、握手した瞬間にこの辺にもハサミかナイフをなんか持ってこうやって握手してくるような、こんなのも
どうにもならないもん、こんなの無理無理、全然無理、いや日韓議連からもね、どんどんなんか退会される議員の方が出てるって、木内稔さんとかね、日韓議連の退会なんてニュースになってましたよね。日韓議連ってやる意味あるのという意味はおっしゃるところまでもう来ちゃってるんですよね。こんな時期にだって竹島へ上陸したりだとかね、これ見せつけるように次から次へと、これよくこんだけ要するに学校でもそのいじめのエスカレートみたいなやつあるじゃないですか、はい、もう映画にしろと、本当にだからもうそういう時ってのはつまみ出すしかないですよ、つまみ出さないとダメよ、こんなのはもう撤退、撤収、以上、はい、もうそこのレベルですね、はい、真剣に検討の余地があると思います。